ファン・イグナシオ・ロンデロはアルゼンチンヘッス・マリア出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーでの優勝はシングルス1勝。自己最高ランキングはシングルス50位。身長180センチメートル。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。2019年2月の地元アルゼンチンでのコルドバオープンにワイルドカードで出場し、 ATP ツアー初勝利を挙げるとそのまま初優勝を果たした。グランドスラム初出場となる全仏オープンでは1回戦で第16シードのニコロズ・バシラシビリに勝利2、3回戦で地元フランスのリシャール・ガスケとコレンティン・ムテに勝利し4回戦進出。4回戦で世界ランク2位のラファエル・ナダルに敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝。 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。